はい、皆さんこんにちは、ちでございます。そうそうね、三国志社長っぽいですね。やっていきたいと思います。社長なのにね、出張ってきちゃいました。現場に出張ってきちゃったんで、もうバトーさん、ただここめちゃんこ遠いんですよね、 V ね。これはあ、でもこれ私が行かないといけないね。というのもね、コンピューターさんで任せるとね、ほとんど落とすのが落とせないと思うんですよね。着くまでに疲弊しちゃうんで、おそらくね、ここはほんと難攻不落なんでね。ただね、難攻不落なんだけども、こっから攻めてくるのも大変ってなるんでね。だからもうここだけ残すと、あともう炎翔さんやっつけてもいいかもしれない。もうほとんどこっちとこっち倒す、逆にね、こちらからもいけない反面、向こうからもこっちにやっつけに来れないんでね、なるんでね、もう何です、兵糧の問題と士気の問題でガンガン下がりまくるんでね、移動中に。じゃあやっていきましょう。あ、炎翔さん、陳宗はだ、あ、陳宗は今切羽、あ、これ切って切羽って意味やかな。いや、何してんの。いや、進んじゃダメだよ、進んじゃダメ、天水そのまま進むか、そのままやっててください。あ、馬長さん出てきた。着手戦、どうしましょう。これ私だね、巨海で行きましょう。人ひらめいた。いや、もうね、あ、大医療こっちに挟みましょうか。で、敵兵集奪。あ、しまった。これ敵兵集奪まずい気がするな。ちょっと援軍呼びましょうか。まああと好敵ぐらい置いときましょう。そう、もう特に逆らえばどう。ちょっと待ちください。援軍に知らしめい。とりあえず宗神さん呼んでんね。宗神さん来るも、あ、でもここに壁があるか。宗神さんね、いや、これはもう無理だわ。とりあえずやっとかないと。宗神さんを待ちましょう。まあ兵糧はね、多分大丈夫なんで、だらだらとやっときましょう。あ、そう、私が1900にも将兵がいるんだね。え、何、さすが馬長さん早いね。長良さんの回収はいいですよ、回収はいいです。宗神殿が天水金庫あった。うわー、さすが早い。これ監査戻した方がいいような気がしてきたんだけど、ここ大丈夫かな。これ領主の金馬町水産なり、うちんとこすぐ行かれそうな気がするんですけど。かかれ。あ、でもすごいね。おお、来た来た。こっち来る、こっち来てる。この一撃で流れを変え。もう終わっちゃったよ。さあ、これでやっちゃいましょう。この男の思考、到底読めまい。うわ、来るのかな。来てんね。どっち使おう。ちょっと待ってね。あ、兵撃発生する方か。そうだね。で、こっち行って分身使っちゃいましょう。はい、と強撃して、で、軍神使っちゃいましょう。関雲長の部、戦慄とともに試練。まあ、強いね。我が力、その身で試練。あら。あ、でも、おお、逃げた。逃げたけど、こっちかな。なんとか従業さんだったらなんとかなんだ。お、破壊した破壊した、来るわもうじき。あ、逃げた。どうしちゃいましょうかね。
とりあえずカオニさん追っかけて、私こっち行くから。今こそ好機、かかれ。そうなんだよね。でカオニさんはね、もうあのとりあえずこっち行きましょう。承知。まああの宗神さんが来てくれるはずなので、すごいね、もう馬長すごいね、速い。あと宝徳さんもすごい強烈だね。今こそ決戦の時。ジャッキーさんだ。さあ行きましょう。まだ出てくるかな。今こそ好機、かかれ。あ、来た来た。全軍敵を蹴散らすのだ。一部隊だったんだね。あ、でも宗神さん、リクソンさん、宗神さん、あ、強いね。じゃあね、やっつけましょうか。体力なんかしちゃダメだね。鉄壁はいらないかな。とりあえずこれでいっちゃいましょう。やっぱ造兵強いね。関雲長、もう終わった。おのども従え。なんと、おしまい。さあ、とりあえずね、向かっちゃいましょう、こっちまで。かしこまった。関雲長、前。関さん、こっち行きましょう。かしこまった、従え。ね、で、私はちょっと待ちましょうか。進むか。宗神さんが来て。全軍、今こそ復帰せよ。はい。お、来たのね。いや、いや、なんか微妙なんだけど、大佐さん単発だね。いや、あなたたちはどうしようかな。とりあえずね、大使さんだけ、あ、運転持ってんだあなた。大使さんちっちゃい。かしこまった。他の人は、あ、セーランね。ああ、そうか、いっぱい持ってんだね。じゃあね、あなたたちもとりあえずこっち行きましょう。かしこまった。で、来たかなというところで使っちゃいましょうか。妖精の神髄、総猛徳が教えてやろう。で、曹操さんもこっちまで行きましょうか。え、そっち行くの？そっち行っちゃうのね。となるとちょっと怖いから戻しましょうか。お任せを。いや、違うわ。保険で宗神さんを戻しましょう。で、宗神さん以外をもうあっちまで行かせましょうか。進むか。ちょっとこれやらしいよね。そう思うと大使さん残しておきましょうか。お任せあれ。強撃というかね、守りながら弓も一定の。関雲長、参る。者ども従え。どうしますか。ああ、そっか、こっちだね。こっちだね。じゃあね、とりあえずこっちに集まりましょう。関雲長、参る。関雲さんね、関雲さん、こっち潰しちましょうか。あ、承知って言ったね。そら、おのどけ。で、あの二人はどっち行くかなってとこだね。で、曹操さんも一応やっつけましょうか。進むか。で、二つから攻めながらの。で、ああ、セーラー持ってんだね。運転持ってるね。あなたこっち行っちゃおう。飛び込むぞ。早い。我に続け。早いね。行ける？やっぱ登れないんだ。よかった、待ってて。かしこまった。これあれだね。早く行かないと。
で、こっちで分かったぜ。で、あなたたち、え、こっち来んの？じゃあ待っとこっか。え、誰？今誰かさりげなくやられた。で、ここでちょっと待機しましょう。まあ、カンウンさんちょっと怒っとくか。カンウン長の部、戦慄とともに司令。で、我々はちょっとここで、この収奪戦術を使いたいんで、うわぁ、きついかな、これ。我が力、うわぁ、ダメだ、やられる。ちょっと待ってね。あれ、ここに、あ、そうかそうか、あー、もうあの人がやられたんだわ。あれを貼ろうとしてた人が。やられちゃったんだな、これ使えないか。かしこまった。え、何？まあいいや。じゃあバトルしてみましょうか。お兄さんね。ここまでか。読みが甘かったか。ゾウは読めないんだね、上がね。ここはしのぐぞ。いやー、やりたかったね。収奪戦ですね。ここまでか。どっちがどれなのか分かんないね、これね。カモさん、軍神使っちゃおうか。カン運長の部、戦慄とともに試練。これ囲まれてても全然いいんだろうね、逆にね。ああ、すごいわ。攻撃されようが減っちゃうだね。貴様らには受け切れまい。読みが甘かったと。何、ちょっと待って、何今の。バーチャーさん、すごい不思議な動きしちゃったけどね。深く。うわ、バーチャーさんの動きが怪しいんで、大志さん戻そうか。お任せあれ。深く。ああ、死ねやられたか。もうカオさんとソウソウさん以外残ってないわ。登れないんだよね、これね。どうしたものかな。馬長隊を向けてと。おお、帰ってきた。どうすんだい、これ。おお、なんか来ちゃうか。かしこまった。あ、運転持ってないね。このバーモーキ、受けた恨みは忘れぬぞ。えらいことになってるんですけど、結局兵を奪えないまま。おのれ。兵を奪えませんでした。お任せを。残念。全軍、今こそ奮起せよ。ちょっと待って、敵さん来たんじゃない？おお、来た。来たんだけど、早くここ抜いてくれないと。ちょっと待って、いや違うね、カンオさんで蓋しよう。かしこまった。カノンさんで蓋して、あ、いけるかもしれない。いけるかもしれない。カノンさんで蓋しておいて。ああ、またこの人わけわからないと。もう本陣に行く気だな。よし、とりあえず戻しましょうか。かしこまった。足止め食らってる。いやいや、違うんだよと。かしこまった。行った。動きおかしいね、これね。かしこまった。さあ、もう命が惜しくば。いや道を開け。いや、ちょっとやばい。もうゾウだからなんとかなるから。パオン言ってっけどね。よし、やっとだ。ほら、おののけ。で、ちょっと待って、あ、もう壊滅しちゃったよ。かしこまった。何このグダグダ。あ、来た、よかった。早く、もう奪っちゃう。さあ、はい、これ使っちゃいましょうね。妖怪の神髄、総猛徳が教えてやろう。ちょっと待ってね、もう普通にこの人だけ取ってればいいからね。で、カンオニさん挟み込みましょう。承知。あ、やっとや、これやっ
と収奪戦術ができたよ。あ、バチョさん、バトさんも来たね。あ、バトさんじゃない、バナイさんも来たね。いやー、やっと奪えた、奪えた。さあ、さあまた奪いに行きますよ、もうこっちね。かしこまった。おお、逃げた。あっち帰っていくんじゃんね。さあ、じゃあ私、あ、まだ使えない。もういい？あ、使えんね。いやー、なんだろうこのグダグダ。そう、猛徳が教えてやろう。もう、あ、切れちゃった。兵収奪戦術が切れちゃったよね。あ、でもカモさん1万超えたね。なかなか悪くはなかったですね。これまでですか。久しぶりに采配振ったらとんでもなかったね。はい、敵兵集団戦術が、あ、もう74から83まで行ったんだね。戦火第一は運長か。あ、もう佐々木兄弟だね。そのあたりは菩薩法が随一の宝だと。カモン長が暴役に立てて何よりと。先行第二は嫌のようだな、我が天下に向けまた一歩と、先行報酬としてと。長領さんともちょっと一緒にやりたいね。あの人ほんとむちゃくちゃだからね、長領さんね。あの人の采配がほんとすごいと思いますわ。もうチートに近いもんね。はい、法政さんら5人が総人税に捕獲されましたと。じゃとりあえずね、あなたたちは、大使さんはね、制御効かないんで、まあ置いといて、宗神さんは私に。かしこまった。で、あ、あなたは武徒だね。ガセイさん。もうなんかすごく低レベルな試合をしてますね、こちらね。なんとかでもなりそうだね。で、だもんで、ガセイさんは、もう何ともできないんだよね。これは、あ、大司教さんと昆虫さん、あ、ガードに行ってくれてんだよね。じゃあどうしたらいいの。もうあなたも曹操さんに入りましょうか。あ、将兵がもう回復しちゃったわ。あなたも曹操さんに行きましょう。お任せあれ。大部隊なんね。で、これは戦ってんでしょ。さあ、じゃあこれで、ね、ほいっと。長医さんと周大さんが新車に寄ってた。また長医しかいないんだろうね、これね。誰？あ、大使さんだね。あ、ちょっと待ってね。他行ける？これダメでしょ、どうせ。お、お、加工員さん行けるわ。あ、行けたんだね。ね、じゃあね。ちょっと時間の方良さそうなので、この辺で終わっておきましょうか。早々さんで3王子13社長プレイですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。